観念しろ。もうどこにも逃げ場はないぞ。予想以上にお早いお出ましね、又吉刑事。エリカちゃん、あなたの仕業かしら。本当に厄介な子ね。あらあら、こっちではずいぶん辛そうね。ひょっとして治療受けていないのかしら。ああ、それはそうよね。お兄さんをもてあそんだ私に借りなんて作りたくないわよね。でもそんな調子であなたいつまで持つのかしら。あなたに施していた治療、あれは医療行為じゃないのよ。うちの主任研究員が書き上げた論文をもとにした未知の実験、言ってしまえば人体実験だもの。私の特別認可で特例中の特例として施していたプロジェクト、それがあなたの治療。エデン内に高度なセキュリティを張り巡らせたサーバーを設立し、精神データをリアルタイムで共有管理するシステム。そこでデータ容量を管理することであなたはかろうじて脳にかかる負荷を抑えている。他の企業や病院では決して真似できない治療なの。それでも私を倒す、エリカちゃん。あなた何者なの。人間じゃないんでしょ。ある意味あなたと同じものよ。肉の体を持ち、記憶の大部分をデジタルに依存した、いびつな存在であるあなたとね。実は前々から気持ち悪いと思ってたのよね、あなた。人のくせに意識のほとんどがデータ化してるなんて、考えれば考えるほどおぞましいわ。私を追い詰めたつもりでしょう。残念ね、あなたなんて怖くないの。からっぽで重くて痛みに支配された肉の体を引きずっているあなたなんかね。なら教えてあげる。これが現実の痛みだよ。重いでしょ。エデンの技術とは出力も反応速度も違う。人間の体だってこうやってシグナルを飛ばしてる。作り物の電気信号より何倍も重いの。現実の痛みをバカにしないで。そうね、教えてくれてありがとう。勉強になったからお返しよ。又吉刑事、止めなくていいんですか。こんな長争いに男が口を出すなんざ野暮ってもんだ。別におっかねえなとか思ってるわけじゃないぜ。なあ坊主。案外根性ないのね。バカバカしい。まったく付き合っていられないな。これだから人間は醜悪だ。まあいい、もうすぐこんな体とはおさらばだ。
何をするつもり？待て、早暴るんじゃねえ。ごめんなさいね、警察の皆さん。私の目的のためにはこんなところで邪魔をされるわけにはいかないの。この辺りで岸辺理恵は退場させていただくわ。ねえエリカちゃん、最後に一つ聞かせてちょうだい。あなたは自分が一体どこにいると思う？リアル？デジタル？それとももうどこにもいないのかしら。現実とデジタルの狭間で不確かな自分自身に怯え続けるがいいわ。その境界線が崩壊した時あなたがどうなるか本当に楽しみね。なんてこった。おい、急いで下に人を回せ。お前さんたちはここにいろ。オーズ、エリカちゃんのことは任せたぞ。飛び降りちゃった。なんで？これで終わったの？本当にお兄ちゃんと千歳の仇取れたの？そうだよね。あの女のことだもん。きっとどこかで生きてる。でもお兄ちゃんたちの仇は取れた。そう思っていいよね。泣いてないから。引っ叩かれた方が痛いだけだから。お兄ちゃん、昨日未明、エデンネットワークを運営する上白エンタープライズが警察の立ち入り捜査を受けていたことが分かりました。結局、岸辺は何者だったんだろうね。分からない。ねえ、ユージと連絡は取れた？そっか、これで本当に終わったのかな。でもお兄ちゃんと千歳の代わりに思いっきり引っ叩いてやったよ。やっと一つ何かできた気がする。
開始だ。
Thank you.
こう。ディバインテイルズ。受けなさい。
ット。Thank you.
開始だ。とかなったね。